はい、皆さん風邪ひいたらどうしますか？病院に行ったりとか風邪薬飲んだりとかする方も多いんじゃないかなと思います。私も栄養ドリンクと風邪薬は飲んでますから、今は飲みません。今日はどうするかという話をしていこうと思います。風邪の時ぜひご参考にしてください。はい、べっぴんきりべっぴん体質、鈴木ひろみです。はい、皆様風邪ひいたらどうする？まあでも、病院に行くはね、普通だよねっていう感じで、やっぱりすごく病院に行かれる方も多いかもしれないし、まあ病院行くのね、時間かかるから、市販の風邪薬ってめちゃくちゃいっぱいあるじゃないですか。頭痛い、鼻水、喉、咳、まあ何でもあるから、それに応じたね、ものを飲まれる方も多いんじゃないかなと思います。まあ私もそうしてたし、ちょっと具合悪かったら、まあとにかく栄養ドリンクめっちゃ飲んでたんですよ。すごい高いやつ。1000円ぐらいのやつ。そうだからもう、それだから自分でこれ飲んだんだから大丈夫みたいなね、そういう効果もあったのかなっていうところもあったりするんですけど、そういうふうにしてました。なんですけど、今は全くやりませんっていうことで、じゃあ今はどうするのっていうところのね、お話をね、今日はね、していこうと思います。ということで、今日も先生やっていきますね。先生お願いします。はい、お願いします。じゃあ、風邪ひいたら、大人になってからは本当にちょっと生理痛とかで痛いなって思った時はなんかすぐそういう薬を飲んでましたね。確かに私も生理痛の時めっちゃ薬飲んでたわ。なんか頭痛薬みたいなのあるじゃん。そうなんです。それと同じだったりするじゃないですか。症状はいろいろ書いてあった。痛み止めだからね。そうですね。そういった意味で風邪薬みたいなのを飲んでた時はあったね。まあなんか解熱剤ね、特に持ち歩いてたりとか、まあ、その痛み止めにもなってるので、ね、持ち歩いてる方もいらっしゃるかもしれないし、私も薬を飲んだりはねしてる時はあったんですけど、まあ、そういうのはね全然本当にしなくなりましたね。まあ、そのもちろん自分自身が医療業界にいたりとか製薬会社にいたりとかして、まあ、薬ってねそういうものなんだなとかっていうのが分かったりとか、あと食べるものとか、まあ、腸内細菌とか腸内環境とかっていうところを知って、まあ、体っていうものを知った時に、あ、なるほど薬ってそういう役回りかと思った時に、まあ、違う方法の方がいいなっていうことを思ったっていうところで、お薬は、まあ、極力飲まないようにしてるっていうところがありますね。なのでまあ、じゃあ飲まなかったらどうすんのよっていう話をちょっと今日はしていこうかなと思います。はい、はいはい、こちらのチャンネルはですね、まあ、今日はですね、そう風邪の時どうすんのっていう話をしていくんですけど、まあ、これがね麹に関わっていたりとか腸内環境に関わっていたり、じゃあお薬飲む代わりにどうするかみたいなお話を、ね、今日はしていくんですけれども、こちらのチャンネルはね麹のお話をねいろいろしてます。はい、麹のまあいろんなレシピだったりもいっぱいありますし、麹とか発酵とかに関わるね時に出てくる疑問にもねお答えしてますので、よかったら他の動画も見ていただけたらと思います。はい、そして LINE 公式ございますので、こちらね、概要欄からお友達になっていただきます。今日から使える麹レシピをプレゼントしております。やっぱりこれから風邪が流行っていくシーズンっていうところで、ね、ちょっとした咳とか、まあ、ちょっとお熱が出ちゃったりとか、ね、その風邪の諸症状が出た時に、まあ、お薬に頼らないっていうところで今は何をされてますか？はい、そうですね、まあ、やっぱりあの皆さんね、お子さんいらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないし、やっぱなんか自分はいいけど子供がね風邪とか、ね、熱とか出ちゃうと、やっぱり病院行かなきゃって思われる方も多いんじゃないかなと思います。ドクターみんながそうするわけじゃないけど、やっぱり抗生物質とかね結構出やすいかなと思うんですよね。ちょっとした風邪でも抗生物質出ちゃうみたいなところあるかなと思うんですよ。で、抗生物質はあの基本的に菌をみんな殺してしまうっていうところがあるので、まあ、腸内環境っていうと腸っていろんな菌がいっぱいいるんですけど、抗生物質を飲むことによって腸内細菌たちがいなくなっちゃう状態になります。そうするともっと免疫力が下がっちゃうんですね。むやみやたらに飲まない方がいいものだったりするので、風邪ぐらいの症状の時にまあ特に必要ないかなと思います。はい、なので私はそれを判断してあの飲まないように、あのこれは飲まなくていいよみたいな感じでしてるので、病院行っても、あ、普通にただ風邪って言われたら、あ、お薬も出たけど、大丈夫と思って、はい、あの、普段の生活をしています。で、お熱が上がったりとかするのも、その時に体が熱が上がってないと危険だからお熱上がってるので、無理に下げちゃいけないんですよね、あれね。なので、はい、お熱出てるね。頑張れっていう感じで、ね、寝なさいっていう感じと、あと、まあちょっと食べられるものはね、食べてほしいので、ちょっと塩麹とか。ね、醤油麹とかで味をつけてね、元気になるようにするようなものを食べてもらう。まあ、元気になるのも食べ物すごい大事だから、
っぱりね、しっかり食べてしっかり寝るっていうことをすると元気になるので、しっかり食べてしっかり寝るをできるようにしています。うん、でなんかアイスとかもそういう時すごいいいからさ、うん、ちょっと冷たいもの食べたかったりするじゃない、うん、だから本当にバニラアイスだったりとかシャーベットだったりとかみたいなものを本当にちょっと食べてもらったりとかすると、まあ飲む点滴と呼ばれている甘さが入ってたりしますので、はい、本当に疲労回復するし、体も回復して元気になっていて、風邪もね治りやすい、ね、形になっていくので、そんな風にね買っていただくのもね、麹のめちゃくちゃいいところかなと思いますので、風邪の時もね甘酒も塩麹も醤油麹もしっかり使っていただけますので、はい、あと消化にもいいっていうところもね、うん、そのなんか風邪ひいちゃったりとかする時って胃腸が弱ってたりとかすることも多いので、まあ、そういう時にも吸収がねしやすい状態で麹の調味料を使うことで食べていただくことができるので、うん、おかゆとかにもね、ほんとぴったりなので、ぜひおかゆとかにも入れて食べていただくといいかなと思います。もう風邪をひいた時に一番簡単に取れる食べ物ってありますか？はい。なんかやっぱり体が冷えることで熱とか出たりとか、寒いって感じると風邪ひきやすいってよく言うじゃない、うん、なのでやっぱり体温めた方がいいと思うので、生姜醤油麹だったりとか甘酒に生姜入れてちょっと温めて飲んでもらうとか、あとスープもね注ぐだけ簡単スープっていうのがあるので、5秒で簡単麹スープっていうのがねであります。そういうのだと本当に体がポカポカ温まるんで、うんうん、なので温めるっていうことをしてもらうといいかなと思うんですよ、麹プラスね。なのでなんかサラダとかドレッシングとかではなくてスープ系に持ってきていただくとより体が温まるかなと思うの で、うん、でスープってもう野菜とか海藻とかタンパク質とかも一気に入れられるっていうのもあるし、まあ、そこにご飯とか入れて雑炊っぽくしてもらったりとかもいいと思うしっていうので、ちょっとなんかこう一個で、うん、栄養バランスが取りやすいかなと思うので、温めた状態で食べてもらうのが一番いいかなと思います。で簡単だし、なんかちょっと体調悪い時いろんなことやりたくないじゃない、はい、なのでそんな風にして食べていただくといいかなと思います。なんかちょっと味変でなんか最初塩麹でやってたやつに次トマトペーストとか、うんうん、でちょっとトマトっぽくしてもらったりとかするとちょっと味が変わっていったりとか、同じものでもねちょっと体調悪い中でもちょっと味を変えて食べていただいたりとかもできるかなと思うので、うん、そんな風にやってもらってもいいかな。うん、そうですね、はい、これから寒くなるので朝一番にね、うん、体を温めるためにスープ、うん、飲んでいただくと、うん、風邪の予防にもなるし、うん、いいですよね、うんうんうん、でもいいと思います。あとなんか水分の吸収みたいなところも結構ね、具合悪い時とかお熱出た時とか結構大事じゃないですか、うん、そういう時は麹水とかも入れてもらってもいいかなと思うし、お茶、ね、とかよりカフェインとか入ってるのでそういうものよりは麹水だったりとか、あとまあルイボスティーとかね、そういったカフェインないものとかでしっかり水分補給していただくといいかなと思うんですけど、まあ、麹水だとビタミンとかもね取れたりするので、またそこもね元気になる要素がたくさん詰まってるので、麹水もなんかスポーツドリンクよく飲ますじゃない、うん、そうです ねなんかやっぱりあれもなんかいろんなもの入ってるから、スポーツドリンク、まあ、熱が出て水分補給したい、ね、効果的にしてほしいからっていう時は麹水がおすすめかなと思いますので、うん、はい、ぜひそんな風に。麹って本当にそう思うとさ、何でも使えるよね。そうですよね。すごすぎないって言ってて思うわ。ね、言っててあの子やっぱすごいわって思うんだけど、うん、本当にすごいから麹ちゃんたちがね、うん、はい、で麹たちの本当にパワーをお借りしてですね、はい、元気にしてもらっていくといいかなと思うんで、まあ、日々食べてると本当ね元気だし、そんな中ものすごい私もなんか。ずっと咳してるとかはあったけど、なんかめちゃくちゃそれで体調壊してなんかずっと寝込むみたいなことはやっぱないんですよ、ね、うん、そうですね、うん、ありがとうございます。麹さんいつもありがとうございます、はい、ぜひ皆さんも麹の恩恵をいっぱい受けていただいて、はい、ぜひ元気でね、はい、元気にいきましょうということで、はい、今日はね、はい、麹、あ、風邪をひいた時にね、はい、対処法ということで、うん、はい、麹のお話、麹をねいろいろ取り入れるとね、まあ、食べるものもそうだし飲むものもそうだし、いろんな形で取り入れていただけるかなと思いますので、はい、ぜひ
やってみていただけたらと思います。はい、こちらのチャンネルはですね、毎週水曜日朝6時20分からライブ配信をしております。ライブ配信ではですね、一緒に皆さんと何かを作ろうということでですね、いろいろ作っております。ライブ配信はですね、アーカイブ残ってますので、よかったらそちらも見ていただければと思います。 YouTube のね、ライブ配信というところでありますので見てみてください。で、こちらのね、ライブ配信の、メニューとあと、ね、揃えていただきたいものは毎週日曜日にですね、ライブ公式の方で送ってますので、ぜひ概要欄からお友達になっておいていただいてですね、はい、ライブの方もご参加ください。一緒に作っていただいてね、できたーって言ってもらえるのが私は何よりも嬉しいなと思いますので、はい、ぜひ一緒に作っていただけたら嬉しいです。はい、ということで今日も皆さん最後までありがとうございました。素敵な一日をお過ごしください。またお次の動画でお会いしましょう。またねー。またねー。ナミさん、つくれっぽをいただきました。はい、ありがとうございます。はい、麹ミートボールについてです。はい。はい、先日作りました。ありがとう。とても優しいお味で美味しかったです。美味しいでございます。はい、4歳の息子もペロリと食べてくれて嬉しかったです。ペロリよね、それが、ね、ペロリは。はい、ありがとうございます。今度はハンバーグにチャレンジします。はい、ぜひやってみてね。ね、ハンバーグもね、本当大人気でございますし、ハンバーグのいいところはさ、やっぱお野菜も取れてるし、きな粉とかも食べてるし、お肉もしっかり食べてるから、もうハンバーグとお肉だけで OK って思えるのが一番いいわね。そうですね。そうなんですよ。そうなんですよ。はい、ぜひ玉ねぎ麹でも作れるけど、玉ねぎセロリ麹でもぜひ作っていただけたらと思いますので、ぜひ作ってね。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。